疲れ様です。今日はですね、ちょっと緊急で動画を回させていただいてます。最近ですね、EV の名前を利用した業者が増えてるらしくて、じゃあどういうふうに利用してるかというと、EV の姉妹店だとか、EV の下請けっていうふうに言ってる業者がいるらしくてですね、それなんでわかったかというと、4件ぐらいお客様から教えてもらってですね、発覚したんですけど、遡ること2ヶ月前ぐらいから EV に予約してるけども全然見積もり来てくれないだったりとか、 EV さん私この日に見積もり入れてますよねっていうのがあって、いや入ってないですとかっていうのが多々あって、まあ僕たちも電話番号から検索していつ着信があってどういうお話したかだったりとか、コンピューターアプリで管理してるので大体わかるんですけども、着信がなかったりとか、どこの電話番号をかけられましたって言っても、まあ、いざね、頼む方は忘れたっていうのもあったりもするんですけども、まあ、うちの全部が全部ね、そういった業者のせいじゃないと思うんですけど、うちのミスもあったりはするとは思うんですけども、これ、まあ、お客様から聞いた、話で、動画で話しさせていただきますっていうのも、お断り入れてるんですけども、お客様が EV だと思って、まあ、僕たちにかけてるつもりで、EV さんですかって、いうふうに言ったら、その業者も EV ですと電話取ったみたいで、で、何月何日何時見積もり来てもらえませんかっていうので、いつも動画見てますって、ありがとうございますっていうので話し終わったらしくて、で、じゃあ何月何日見積もりに伺いますと。で、いざ来たら、全然僕たちとは違う業者さんで、あれ EV さんじゃないんですかって言ったら、EV の姉妹店です。って言ったらしいんですね。で、そのお客さんが不審に思われて、僕たちに電話かかってきて、EV さん下請け出してるんですか作業って言って、いや僕たち下請け一切出してないですし、制服着たスタッフが伺わせていただいてますっていうのでお電話で話させてもらった時に、事情を聞いて、えってなって、で、それからいやもう本当注意してくださいって言って、申し訳ございませんっていうので、調査してる間にも、で、別のお客さんが EV さんですかって話した時に、あ、すいません、ちょっと今、僕たち作業いっぱいなんで、別の業者行かせますっていうので、言われたとか、結構あるみたいで、まあ、めちゃめちゃムカつきますよね。めっちゃ腹立ってます。うちの従業員も全員、めちゃめちゃ腹立ってます。業者名も押さえたりもしてますし、サイト名も押さえたりしてますし、まあまあ、怒ってます。ただ、まあ、その業者に怒るよりも、まず利用者さんで、もう本当に EV やと思ってたとか、もしね、なんかそういうふうな不快な思いされてたんだったら、もうこの場でまず謝罪させてください。申し訳ございませんでした、本当に。で、後でですね、まあ、検索の仕方だったりとか、こういう部分注意してくださいというのは、画像を出してちょっと説明しようとは思ってるんですけども、まずですね、EV の姉妹店だとか、EV、お客さんがせっかく EV さんですかって電話してくれてるのに、あたかも EV 化であるかのようにお客様対応してる業者さん。もう本当に勘弁してください。EV の姉妹店とか、EV に関係してるっていうよりも、自社でサービス充実させて、従業員協力もしっかりして、何か志持って、自分とこの会社の名前で有名になったりとか、自分とこの会社の名前をお客様に褒めてもらう方が絶対に嬉しいと思いますし、働いている従業員の人とかも誇りを持てると思います。そこの会社で働いてるっていうので。なので、まあまあ、この動画を見ていただいてるんであれば、やめた方がいいと思います。結構腹立ってて直接言いに行きたいですけども、まずはこの動画で、あまりにも続くようやったら直接言いに行きます。で、僕たち従業員も、まあ僕含め従業員のみんなも、すごくものすごい腹立ってて、やっぱり EV に思い入れってすごいあるんですね、やっぱり。もともと弟と二人で立ち上げた会社で、どんどん人が、若い子たちが集まってきて、で、本当にお客さんとお話しさせていただいてて、僕たちも片付け業者っていうのも本当接客業で、
片付けた後にお客さんがほんまに明るくなって、ありがとうっていうので、言ってくれるのが本当嬉しくてですね、逆にお金、作業してお金もらってありがとうとか、っていう感じの反応やったら、なんか不備ありましたかねって不安になったりもするんですけど、めちゃくちゃ思い入れあるし、授業でみんなも本当に大事にしてる会社。どん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 人も若い子を含め集まってきてて、やっぱりそれを利用されるのはちょっと悔しいですね。で、僕たち以上に嫌な思いされるのが、やっぱり片付けって本当に一歩踏み出すっていうのがやっぱり一番重要なので、今本当に片付けチャンネル、同じような僕たちみたいな業者さん、いろんな業者さんが YouTube、片付けチャンネルもすごい増えてて、関西でも増えてて、本当に YouTube で配信してる業者さんだったりとか、配信してない業者さんもそうですけども、自分の仕事に誇りを持って、自分の会社のサービス名に誇りを持って多分されてて、どこにも負けないぞじゃないですけども、自分たちの仕事に誇りを持ってやってるので、本当に異業種さんばっかり増えてきてて、またそういう一部の、まあ、悪どいって言っちゃいますもん。クソ業者って言います。クソ業者のおかげで、本当にいろんな業種さんまでも同じような目で見られる。これはやっぱりすごい腹立たしいことだと思うので、まずはこの動画で、警告と。警告って言ったらなんかもう上からですけども、もう本当やめてください。もう分かってるんで、次僕直接行きます、会社の方に。で、観光総裁じゃないですけども、こういった業者って利用されるのって多分一生には本当に2回3回ぐらいまでだと思うんです。お母さんの家を処分とか、自分たちが引っ越しするのに、ほとんどもう家財片付けて出ていくだったりとか、部屋が散らかってて悩んでるとかも一生に何十回とか利用する職種じゃないので、やっぱりいい業者さんに巡り合ってほしいっていうのもありますし、うちだけじゃないんで、本当にいい業者、いろんないい業者さんがいるんで、ただそういうふうに片付けようと思って一歩踏み出す勇気を持ったお客さんを利用するっていうのはもう本当許せないですね。めちゃめちゃムカつきますね、もう本当に。で、もう僕たちの特徴としては、青い服に白いズボン絶対履いてます。見積もり行くときも絶対履いてます。スーツとか着ないです。もう絶対もうこれをトレードマークっていう風にしてもらって、してます。わかりやすくするために。服を例えば忘れてきたとか、何か私服で行くとか、もう絶対にありえないんで、もうそれだけ、うちを利用しようと思ってるお客さんは気をつけていただいたらいいかなと思います。あとはですね、概要欄の方に、06の電話番号、本社の電話番号を貼っておきますので、今後、まあそこにかけてもらったら、全部手配かけますので大丈夫です。で、まあもちろんホームページのフリーダイヤルも全部本社につながっているので、フリーダイヤルにかけても、何か、外注のコールセンターに回されるとか、そんなことも一切ないので、全部もううちが管轄、もううちの事務所内で完結しているので、EV に所属しているスタッフが絶対電話出るようにしているので、ご安心していただければとは思います。で、まあ、フリーダイヤルの方が得なので、通話料無料なので、なんか電話してもらっても通話料無料なので、フリーダイヤルでかけてもらったらいいと思います。ただちょっと、遠方にお住まいのお客様は、ちょっとフリーダイヤル繋がらないんで、関西圏だけの対応でフリーダイヤルをさせていただいているので、まあ、東京とか、四国とか、中国地方とかっていうお客様、まあ本当北海道も沖縄もこの間電話だったんですけども、そういうお客様06かけてもらったら、もう湯船社員につながるので、ご相談していただければと思います。で、今からちょっと画像を出すんですけども、こういうふうにですね、まあ EV 大阪とかで検索していただくと、まあ広告ってここ書いてると思うんです。広告ってちっちゃく書いてるんですけど、まあちょっと業者名はちょっとモザイクかけておきますけども、これはもうはっきり言って、Google AdWords って言って、お金を出して広告かけてるんで、毎回同じ業者が出るわけじゃないんですけども、ここの広告っていうのはもううち一切関係ないです。この辺はもう全く関係ないので、
まあ、指を大阪市じゃなくてもこういうふうに上に広告枠、広告のかけてる業者さんが出るので、まあ、この業中の業者さんも絶対いい業者さんはあるとは思うので、あの相見積もりの対象にしてもらえればいいかなと思います。で、次ですね。で、ここでやって EV、お客様の携帯であの EV 検索されてるんであればスクロールになるんですけども、これ EV が出てきます。ここで、で、次ですね、 EV のサイトの特徴としては、まあ、EV って書いてます、タイトルに。で、また左上に青いポッチリマーク、水色のいつもの EV のニコちゃんマークですねが出てます。これも全部 EV のサイトです。で、下にまたあの口コミサイト、まあ、これは遺品整理協会が運営しているあのサイトなんで、僕たち遺品整理協会あの入ってるので、遺品整理協会さんが紹介してくれてるサイトなんですけども、まあ、僕たちと直接お電話でお話しされたいのであれば EV のホームページから電話していただければ大丈夫です。遺品整理協会さんの運営しているサイトの方に電話しても遺品整理協会さんの担当者さんが出るので、僕たちとは直接お話ができないので、まあ、こういう形で今日はちょっと緊急で動画回させていただいたんですけども、本当にもうあのもしご不便ご迷惑をおかけしているお客様いらっしゃるのであれば、もう本当に申し訳ございませんでした。僕たちもちょっとどうにかさらに対策練るようには、今ウェブ会社だったりとかもいろんな業者集めてもうずっとミーティング対策練っていってるので、あのもっともっと環境を整えていければなと思います。あとは、僕たちの関係者だったりとか語ってる業者さんがいるのはもう分かってるんで、その業者さんはこれを機に自分の自社サービスの例えば片付け A とか片付け B とか何かあるんかもしれないですけども、そこの名前に誇りを持ってサービスを広げていってもらったら方が、働いてる従業員のためにもなると思いますし、愛知会社に愛着も湧くと思いますし、まあ、そこで働いてる従業員の人もやっぱり会社に誇りを持ってさらにいい仕事ができると思いますし、そういうふうにしてもらったらいいんじゃないかなと、おこがましいですけど助言じゃないですけどもさせていただきます。やっぱりいろんな業者さんが片付けの動画配信してる中で、いろいろな業者さんの良さがあったりとか、どうやったら利用者さんが分かりやすく頼みやすくとか、本当に試行錯誤でこの業界を広めようとしたりとか、この業界に持たれてるくらいイメージやったりとか払拭しようと頑張られてる中で、やっぱり一部のそういった業者が全体の足を引っ張るのはどうなのかなと思います。だから僕の弟もすごい厳しくて、あのよう若い頃も初めの方は入ったばっかりの時はよう怒られてましたけど、やっぱり休憩中の佇まいやったりとか、もうちょっとしゃがみ込んで休憩するとかも、そんなんですらもやっぱり制服着てる以上はしっかりしようっていうのでしてるぐらい、もう本当に厳しいんで、厳しい中で本当に人もどんどん増えてきて大きくなってきてるんで、やっぱり思い入れがすごく、各自が強い会社なんで、まあ利用される、名前を利用されるっていうのは、ものすごい腹立たしいですし、ましてそれにご迷惑をおかけしてるお客様がいらっしゃるっていうのが、ほんと申し訳ない気持ちでいっぱいです。なので、僕たちと直接お電話でお話しされたい方は概要欄にも、06の電話番号は載ってますし、ホームページから LINE で問い合わせしていただいても大丈夫なので、ご不明な点、不審な点とかあればお気軽にまたお電話いただいたり LINE でご相談していただければと思います。ちょっと暗い動画で本当申し訳ないです。僕たち もうこんな動画なんかも出したくないんですけど、まずは、情報提供をくださってた視聴者さんだったりとかに向けて、この動画を配信させていただければと思います。またで、水曜日きちんとした作業動画配信していきますので、よろしくお願いいたします。